はい、皆さんこんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。ということで、今日はですね。 もう午前からですね、じめじめした感じでね、まあ午後からですね、雨が降ってきまして、まあ梅雨なのでね、えー、まあ梅雨らしい天気になったんですけども、皆さんのお住まいのところはどうでしたかねということでね、まあこのね、梅雨が明けたらですね、いよいよ夏本番、2023年の夏がね、まあ到来するとまあ言ったところでね、まあ夏になったらね、やりたいこと、いろんなことがあると思うんですけども、まあ私はですね、 キャンプに行きたい。まあ、ただね、キャンプが好きなだけなんですけども、早く梅雨明けしてね、カラッと晴れてね、もうキャンプ行きたいなってね、もう常日頃からもうほぼ毎日ね、まあ思ってるんですけども、皆さん、キャンプ飯、キャンプに行った時に食べたいご飯といえば、料理といえば、何が思いつきますかキャンプ飯といえばというところなんですけども、それはもうあれしかないですよね。せーの。 カレーライスですよね。まあいろいろあると思うんですけどもね。今ね、キャンプ飯っていうことで、まあインスタ映えするキャンプ飯とかね。まあインスタとかにもよく投稿されておりますし、キャンプ飯みたいなね、まあ、本もあると思うんですけども、まあオーソドックスにね。 まあ、キャンプに行ったら食べたいご飯、料理といえば、やっぱカレーライスですよね。まあ、外に行って食べるとですね、まあ、2割、3割増しでね、まあ、美味しく感じますし、まあ、別にね、キャンプに行かなくても、外で食べなくてもカレーライスは美味しいんですけども、まあ、今やね、国民食と言ってもいいほどね、まあ、カレーライスというものはですね、まあ、日本人にま浸透しておりますし、まあ、お袋の味っていうことで思いつく料理としてね、カレーライスをあげる方もね、いらっしゃるんじゃないかなと、まあ、思うんですけども、 このね、カレーライスね、二日目のカレーライスは美味しいとかね、一晩寝かすとカレーは美味しいよっていうのがですね、もう一般常識的な感じで、皆さんおも、ね、そういう風にね、言われてると思いますし、それ知ってるっていう方もね、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけども、じゃあなぜ二日目のカレーは美味しいのか。 なぜ一晩寝かしたカレーは美味しいのかというのをですね今日は科学的にお話ししたいと思います。はい。で、このですねカレールーですね今日本に売られている市販のねカレールーにはですね小麦粉が入っておりましてそのでんぷんによってとろみが出るようになっているんですね。 で、カレーライスをね、まあ作った方は分かると思うんですけども、まあ作る時にですね、野菜とか肉などの具材を柔らかく煮てからカレールーを加えますよね。で、加えるんですけども、とろみが出ます。そのカレールーには小麦粉が入ってるので。で、とろみのあるカレー汁となって、 でですねなかなかですねそのね具材の中に浸透しないんですよねとろみが出ちゃうのでカレー色に小麦粉入ってるからなので、えーまあ、なかなか浸透しないんですよで 具材の中の水分はですね、加熱によって膨張するので、細胞の外に出ていっている状態なんですね。で、まあ、できましたと、カレーが。で、火を止めるとですね、カレー汁の方がですね、とろみのあるカレー汁の方が、具材よりも早く冷めるんですね。で、冷めている過程でですね、温度の高い具材から温度の低いカレー汁に、 水分とともにアミノ酸とか糖類などの成分が染み出ていくわけなんですね。で、これらの成分によってカレー汁にコクが生まれるわけなんですね。うん。で、で、食べましたと。残ったので、まあ、一晩置いときますっていうことで、まあ、ね、全体的に冷めますよね。で、一度全体が冷めてからですね、温め直すと、具材よりもカレー汁の方が 温まりやすいのでカレー汁がですね水分が抜けた具材に浸透しやすくなるんですよなので2日目のカレーが美味しいのはですねそういった具材からコクがこう染み出てカレー汁にコクが生まれるということと一度冷めて えー、具材の方にカレー汁がどんどんね、浸透していく。要は具材にカレー汁が染み込んだ状態になるので、まあ1日目よりも2日目のカレーの方が、まあその、 コクが増えたことと、具材にカレー汁が染み込んでるので、まあ、一晩寝かした方が、まあ、美味しくなるとまあ、いうことなんですね。うん。で、さらにですね、このね、一晩寝かしたカレーライスが美味しくなるのは、ある具材に、あのー、影響があるんですね。うん。カレーライスといえば何入れますか、皆さん。ね、お肉、人参、玉ねぎなんかね、入れますし、あれね、 なななくてはならないカレーといえばこれだよねみたいな具材の中にじゃがいもがあると思うと思うんですけどこのじゃがいもがですね一晩寝かしたカレーが美味しくなるのに。 かなりキーポイントとなってるわけなんですね。な、で、何かというとですね、えー、このね、あの、じゃがいもね、先ほども言ったように、まあ、カレールにもね、でんぷん、小麦粉が入ってますけども、じゃがいもにもね、豊富にね、でんぷんが含まれております。で、であの、じゃがいもを切るとですね、えー、包丁にね、ちょっとねっちょりした白いものがつきますよね。あれがね、でんぷんなんですよ。今ね、その、片栗粉の成分にもなっておりますし、片栗粉高いので、えー、そして片栗粉の成分になってると思うんですけども、 で、このね、じゃがいものね、含まれてるね、このでんぷんがですね、まあ、非常にね、いい役割を果たすわけなんですね。で、このね、じゃがいものの、えー、で、出来上がったカレーをですね、置いておくとですね、このじゃがいものでんぷんが少しずつ溶け出して、カレーにですね、さらにとろみをつけるわけなんですね。な、そうするとですね、カレーの粘土、ねっちょり感、この粘度が高まりですね、 カレーを食べた時に、舌の上に残りやすくなるんですね。で、そのためですね、カレーの味を強く感じることができるということなんですよ。そもそも一晩寝かしているので、えー、具材からカレー汁の方に旨味が溶け出しておりますし、さらに具材もね、もう今度もうフィードバックみたいな感じで、もうキックバックみたいな感じで、カレー汁が浸透しやすいですよね。で、さらにとろみがさらにつくので、舌のところに残りやすい。でなので、旨味が染みでした カレー汁がより下の上に強く残ると。で、具材食べたらまた旨味もその中に染み込んでますから、具材もうまいっていうことでですね、非常に味がしっかりしてるので、一晩寝かした方がですね、まあ科学的に見てね、非常に美味しいと、まあ、いうことなんでございますねということでね、まあこの旨味とか、 えー、そういったものがカレー汁に一晩寝かす溶け出すわけじゃなくて、じゃがいものとろみによって舌の上に残りやすい。さらに、一度冷めたものがもう一回温まるとカレー汁の方がたまた温まりやすくなるので、えー、水が出てった具材とかにもう一回カレー汁がぴょんってね、えー、染み込みやすくなるということで、もう二重三重トリプルのね、えー、この効果でね、一晩寝かした方が 美味しくなると、まあ、いうことなんでございますね。ということでね。でもね、このね、夏ね、まあ、ジメジメしておりますよね。えー、このカレーのね、保存にはね、注意が必要なんですね。まあ、これはね、まあ、ご存知かと思いますけども、カレーは足が速いというふうにね、言われますよね。まあ、その中でね、まあ、人やね、動物の腸内によくいる。 ウェルシュ菌がね、非常に増えるね、えー、状態になりますので、一番繁殖しやすい温度はですね、43度から45度なので、まあ今ね、えー、暖かくなってますよね。なので、もうその、冷蔵庫に入れるのちょっとめんどくさいなってことで、もうそのキッチンのまま置いとくでですね、非常にウェルシュ菌が繁殖しやすい温度になっておりますので、まあ保存するときは必ずね、冷蔵庫の中に入れてくださいということですね。食べたら、えー、冷まして冷蔵庫に入れてと。でまだ えー、食べるときは温め直すとですね、もう二重三重トリプルの効果で、まあ、美味しくなりますからですね、ぜひね、その保存方法もちょっとね、えー、今後ね、注意していただければと思いますのでね、そうするとですね、もうめちゃくちゃ美味しい二日目のカレーがね、食べれますのでということでね、もうカレー食べたくなってきましたね、えー。ということで、今日はですね、一晩寝かせるとなぜカレーライスは美味しくなるのかというお話をいたしましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんさよなら、バイバイ。